ある日突然出てきた MD カセット書き残らつけたタイトルだせーさそれもちろん聞きたくなるでも今時聞ける機会ある電気屋に行けばあるかもだけどそこまでするのはあるそういやハマってたカードゲームまでもまだまだ遊べる毎日やったね遊戯王今は追ってる通常小中高の通信簿なんて社会じゃ通信簿今谷出せないぜカメハメハそれよりも強いお金だけはそれ分かってきたこの頃だからそろそろ稼がねばそんなに月日が経ったっけあれって何年前だっけくだらないことばっかり思い出し笑いクソガキと言われた俺らもどうやら大人になってたみたいとか思ったりする日もあるけど社会的にはまだガキみたいうるせえ黙れこのハゲとか上司見ってあくびだねだからツイッターでつぶやく心の中指立てる言いたいこと言ってたあの頃には今さらもう戻れないけどなんだかんだ言いながら今も楽しく生きてるぜ My life必死で握ってた鉛筆よりも今大切なのは目の前の現実懐かしいないつも休み時間にケチピンしてた後ろの席のケンジ君たまにお前よりメンバーでもあの頃とはもう次元だ今もどこかで聞いてっかお前のことなら知ってんだ思い出で立つまったガラケー気がつきゃ電源なくなってた今の俺はあの頃の俺に胸張って会えるのかなあの頃の俺は今の俺を見てなんて言うのかなじゃあ逆に今の俺はあの頃の俺になんて言う友達選べる塾に行けくだらない遊びなんて言えろなんだかんだでバカのようなあの頃はあの頃でそれはそれでもうくっつけようもない大切な素敵な思い出